おのれ、ラッキュールはいねえのか。はいはい、これでしょ。スクスクジャイロ、ジョロ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 。ドーン。うわあ。奴の体は硬い。恐竜人マッチョで行くんだ。来い、ガブティラ、アンキドン。来て、ドリキラ。ブレイブイン。はあ。ぶったたこうにも近づけねえぞ。今こそ分発器を託そう。へえ、はあ、ありがとう。よっしゃー、来い分発器。ゴーガブリンチョ。ギャー、バッキー、ついに戦隊と心がつながったのですね。ドンドンドンクアードンドンドガーンバンバーンガープドンウアーゴー。嬉しいぜ。わかった、アンキドンとお前で合体だ。わお、やっぱりカンフースタイルもあったのね。ギランギランの私の強さを見ろ。ブン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 。ダン。かしっくい。ドン。うわあ。はっ。はっ。ドン。うわあ。はは。ドン。この一発は俺に任せてくれ。くわー、鉄砕拳激烈突破。ブワーン。うわー、うわー、今だ。恐竜人カフーブレイブフィニッシュ。ブワーン。
おー、ドーン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 、よっしゃうん、おかえりなさい、ミスター・グレイ。残りの10台充電ルーはあと2体です。プレゾーンはもうすぐ帰ってくる。問題はやはりブラギガスだな。探しに行くか、ラミレス。ピュー、ピュー、デデーン。恐竜人カフ、動かせないにも程がある。お疲れ様です、前田です。恐竜人カンフーですね、もうブンドドできないにも程があるぐらいですね。ちょっと動かすのが、無茶でしたね。まあ、肩がですね、どうしても前までしか上がらないっていうのもちょっとポーズがつけられない要因ではあるんですけど、ぜひですね、今回の新戦隊リュウソウジャーが、まあ、始まるじゃないですか、もうすぐ。で、まあ、恐竜モチーフの戦隊久々に来るので、まあ、これを機にですね、このデラックス恐竜人、リメイクをお願いしたいです。バンダイ様、よろしくお願いします。個人的な希望としてはですね、さっきも触れたんですけど、ここの肩の部分、ここが恐竜人の状態だと、もうこれ以上、上に行きません。ここの、この範囲でしか動かせないんですね。こっちも同様です。なので、ポーズをつけたいんですけど、これよりも上に手が上がらないもので、なかなかですね、決まらないというのが、実際のこのおもちゃの、目的な、まあ、難点かなと思いますね。まあ、あとはですね、昔から言われてます。ここのジョイント、あとここのジョイントですね。ここのジョイントがちょっと危険ですね。すぐ破損しちゃう代物なので、この辺をなんとか、壊れにくいですね、機構に設計変更していただくとかですね。あとは、恐竜人のですね、サイズですね。僕は正直、もうちょっとちっちゃくなってもいいのかなと思いますね。動物戦隊獣王ジャーのですね、搭載獣王、今回敵で出しましたけど、こいつと横に並べてもこんなに大きいんですよ。搭載獣王結構でかい僕の中ではイメージがあったんですけど、もう全然一回り違うといった感じなので、恐竜人が。腕の大きさとかすごいですよね。まあ、メカ1個合体してるって言えばそうなんですけど、こっちもですね、獣王ジャーの獣王キューブが1個合体してるっていう状況なので、まあ、おもちゃ自体の大きさの規格がですね、恐竜ジャーの方は、まあ、大きいんですよね。まあ、おそらく獣王ジャーは全合体する戦隊なので、最終形態の大きさから引き算をしていくと、こういう大きさの設計になるのかなと思うんですけど、まあ、恐竜人はですね、ギガント恐竜人が最終合体で、まあ、あれも6大合体ですので、そう考えるとですね、まあ、初期のロボ、恐竜人の大きさがこれに決まったのかなと思うんですけど、まあ、もしリメイクが出るならですね、腕の可動の、もうちょっと広げていただきたいっていう改善と、あとはですね、ジョイントの部分ですね。腕のジョイント、特にガブリンチョするジョイントの強化ですよね。あとはサイズを僕はちっちゃくしてもいいのかなと思いますね。もう少し小さいと遊びやすくなるかなと思うので、まあ、その辺がですね、まあ、プレイ版とか戦隊職人とかもう何でもいいんで、恐竜人もですねリメイクしてほしいですね。10大充電流が全部リメイクで出るってなるとですね、また盛り上がると思うんですよね、おもちゃ界隈が。そう、なのでですね、リュウソウジャーの放送を、まあ、皮切りにですね、恐竜ジャーのですね、この恐竜人の、リメイク版が出たらいいなという思いがあるので、まあ、今回ビデオを撮ってですね、切実にそれを思いましたね。でかくて撮りづらいのと、あと、ポーズがつかないし、もう片手でブンブン振り回すの絶対無理なんですよ、恐竜人。ブンパッキーのこの鉄球アクションですね、これをですね、もうちょっと、
生かしてですね、かっこいいシーンを撮りたかったんですけど、なかなか難しかったですね、今回も。ちょっと次のですね、プテライデン王分パッキーも心配ですけど、はい、引き続きよろしくお願いします。ということで、ありがとうございました。前田でした。お疲れ様でした。よろしくお願いします。前田でした。